はい、どうも皆さんこんにちは、会長です。今回ですね、現環境最強編成紹介していきたいと思います。はい、編成がグスーレムリンネなんですけど、これが本当にね、頭おかしいぐらい強くて、先日のてっぺんバトルなんですけど、まあ、この編成しかいなかったね。もうこれのミラーか、グスレムでアット1のガンナーがレンネじゃなくて、GBG かバグドールっていう感じで、まあ、それがローテしてるだけで、まあ、ほぼほぼミラーっていうね、本当にね、うまいんですけど、うまいよりキモいが勝ってしまうっていうね、すさまじい事件が起きましたっていうぐらい、マジで今のね、周囲環境、罠環境やばいんでね、ぜひこの動画見て、一回真似してね、木曜に解放されちゃうと思うんで、ちょっとこの強さはね、自分で、体験してみて、今の環境のやばさ知ってください。よろしくお願いします。はい。で、今回の動画3試合あるんですけど、3試合ともね、それぞれのキャラが活躍してる動画、ピックしたんで、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。最初の試合はレム使ってるんですけど、まあ、リンネが活躍してますね。チラ島で、右の通路、階段のところに罠を置いて、C に罠を置けば、もう来れないんですよね。もうここで適当に収穫の構えてて、あとは C はね、踏みに来たやつを周囲で縛いてみたいな感じなんで、もう3点取っちゃったらね、相手攻めて来れないんだよね。っていうぐらい、このステージのリンネ強いっていうか、全ステージこの編成強いですね。まあ、主にデラクラで使ってるところ大会だと多かったんですけど、いやでもね、全ステージ強いね。平面ステージとかも強いし、いや全部強いな。関係ねえわ、全部強いです。はい、やばいっすね。はい、でデラクラって今までだったら輪廉とかまくりとかギリジャンとかそこら辺の強編成って言われている編成が、まあ、じゃんけんでそれぞれの相性で決まってたんですけど、今ってキリアスが出て全部のメタとしてキリアスが出てきちゃって、キリアス一強だったのが、さらにレムの情報でレム軸の編成が出てきて、キリアスのメタとしてレムが出てきてるんで、本当に今レムしかいないんですよね。キリアス出したいけどレムが来たら負けるから、みんなレム出すみたいな感じなんで、まあ、それでねミラーになっちゃいます。いやマジでやばいっす。レムがね、本当にアビリティの情報と体力の高さがあって、殴ったらね、探偵者とか返り討ちになって死ぬんで殴れないんですよね。でレムを殴れないってなったら誰殴ろうって、誰もいないやんっていう。リンにガンナーで罠置いて下がってるんで、罠どこにあるか分かんないしみたいな。でグスタフはそもそも耐久高いから、最初にグスタフを殴るのはってなるじゃないですか。しかもダメ化があるっていう、ね、味方が全体回復あるから、もう本当にやばいっすよね。って感じで、まあ、来たやつをみんなで縛いてってリンネを守りつつ戦っていくと、まあ、レムの HS がちょっと弱いんですけど、リンネの HS とグスの HS は本当に強いです。やばいっすよね。って感じでね、この試合はマジで みんなじゃねえわ、相手がね、罠踏みまくって、もう僕ら何もしてないですけど、マジで多分罠で、6キル7キルぐらいしてるかな。マジでね、本当にね、死んでる最中に罠置いたら復帰するときどこにあるか分かんないからやばいんですよね。しかも3分間固定だとしても罠の共有全部できるってわけじゃないし、罠の1ラグ治ったって言っても完全には治ってないらしいんで、やばいっすよね。まあ、恋じゃなくても起きちゃうっていうのがまだちょっとはあるらしいから、いやひどいっすよね本当に。で次はグスタフやっていきます。グスタフは毒でね、白骨積んでます。てっぺんのねミラー配信、僕白骨のことばっか喋ってたんですけど、いやマジ白骨いいですよ。でグスなんで先に前張って C 触りに行きます。このステージの、グスレムリンネもかなり強いですね。かなり強い。罠があって一直線なんで、で収穫の2枚構えてるから相手来れないんですよね。マジで3点取ったらもう相手攻めてこれません。本当にやばいっす。本当にやばい。冗談抜きでね強いんですよね。でキモいね。しかも誰でも使えるんですよね。罠とか適当に置けば別にピース関係ないし、まあ、全体回復の切り方だけ、まあ、しっかりして左上のバー見るっていうのが大事なんですけど、まあ、それ以外はね基本的に簡単なんですよね。まあ、若干忙しいかもしれない。罠投げて、通常投げて、全体回復投げてって忙しさはあるけど、まあ、決して難しい方ではないし、でレムもね昔はね通常入れてみたいな、通常起点でって感じだったんですけど、今は本当に周囲3枚で適当にねリン切りしてるだけで勝てちゃうんで強くなりすぎましたね。
で、グスタフは、まあ、体力管理だけしっかりできれば、まあ、周囲なんて簡単なんで、はい。まあ、全体的に PS がいらないっていうのも、あかんところですね。うん。で、攻めれるんで敵陣攻めたんですけど、返り討ちに遭いました。トマスはね、かなり強いですね。なんで、戻ります。で、トマスが死竜入ってんの分かってるんで、死竜に白虎を合わせて、あとは HA して、あと時間稼ぎます。3秒間だけ時間稼いで、で、その間に味方が復帰してくれてるんで、これはなんとかなりましたね。はい。HA で入ってもらって、で、僕が復帰で。で、共演が上がるんで、味方のレムが削れてるんで、これ、共演上げます。まあ、回復は自分は、まあ、歩いてる最中は、まあ、なんとか頑張って踏ん張って、うん。で、復帰したら、死の狐を一緒にね、倒しに行きます。で、白虎から適当に周囲吐いて、まあ、これはカウンターされちゃったんで、もう無視します。まあ、とりあえずね、白虎から切って、周囲とか攻撃カード切ると、まあ、たとえ塞がれてもね、なんとかね、死なないんで、いいですよ。まあ、とりあえず白虎から切るのは結構いい。で、弱点だったんで、殴ってしばいて、その間にね、味方が21で、死のね、狐をしばいてくれたんで、敵陣詰めます。で、タンクがね、ちゃんと触ります。まあ、これは僕がカードちゃんと吐き切ってから触ってるんで、まあ、これは完全に僕が触るっていうね、役割がありますね。まあ、誰が触る問題結構本当に難しいですよね。てっぺんでも触ってれば勝てたみたいな、まあ、試合もあったんで、まあ、本当に難しいんですけど、まあ、そこら辺はちゃんと、まあ、触る意識をね、誰かが持ってやるといいかなって思います。固定なんでね、うん、野良でこの編成はできないからねって感じでね、グスタフの耐久を生かして、2戦目もいい感じの試合あったんですけど、最後もまたレムかな。レムがなかなか強かった試合です。はい、タカさんですね。タカさんもてっぺんバトルこれいたね。で、これミラーだったよね。やばいよね、マジで。もう、なんか苦笑いみたいな。もうそんぐらいね、やばかったよね。で、とりあえず適当に詰めます。まあ最初はまあまあまあ、受けでもいいけど、フリーバトルなんでちょっと調子乗って攻めましたね、僕は。で、味方が共演タッチしてザクレにタイマーやられることはないんで、今のうちに敵陣を稼ぎます。で、これ習慣の入ってもよかったんですけど、なんかライザーに習慣の入ったらエミリア倒せないかなって思って、ちょっともったいないなって思ったんで、前詰めたんですけど、まさかのモモンってね。モモン強いですね。さすがにモモンはやれなかった。で、ここも相手がモモンなんで、味方がやられていくと。まあ、ただ自陣は取れてて、タンクなんで CM 触ってくれて、なんとかね、3点取れました。あとは自陣広げて、罠ぽいぽい置いて、まあ、あと習慣のとリベル入れて、芝行けば、まあ、勝ちなんで。まあ、ただ味方がね、最初共演入って、もう一回共演上がると思うんで、広がってないと自陣攻めます。はい。で、D 場には習慣の吐きたくないんで、まあ、一旦待って、敵陣で頑張って戦います。で、リベルこれは外していくとダメですね。で、痛いんでとりあえず探偵者でぶっ飛ばしといて、二陣の敵を倒したい。で、倒したんで、まあ、これは多分やれるかな。で、ミリアが 1S 入ったんですけど、ミリなんでこれ多分みんなで殴れば勝てますね。発見で家が先張りしといて、みんなで殴って倒して、バーゲンは誘発させて、ポータルは取れると。いいですね、これ。で、ダメか張ったんで、中華のは当てていく。で、弱点でいい火力出る。で、取られそうなんでリベル入ったんですけど、まあ、全然ダメだったと。適当に吐きすぎてさ、当たんない周囲が多いんだよね。まあ、ただ周囲はね、何枚切っても余ってるんで、倒せます。で、モモン切られたんで、共演のところに戻って、イエガーで耐久します。あとは広げてね、1S 貯めて、まあ、勝ちですね。まあ、ゴーセラ取る必要ないんで。もう 4-1 取ったらね、もうこのステージとか、特に無理だよね、取り返すの。で、味方の 1S 起点で、1回攻めたいですね。で、罠踏んでた。で、ダメか入ったんで、シュータノで倒して、これはやられちゃうかな。あ、うまいですね。リーバー合わせて。ただ関係ないと。おお、激ローリベルでいい火力出ますね。20個体で3000はだいぶでかい。
あとはイエガー張って HS 入って勝ちですかね。まあ、そんな感じで、この編成本当にね、お手軽で強いんで、ちょっとね、カードの難易度が高いですね。理想で組むと結構難しいかなって思うんですけど、全体回復とか。まあ、妥協で突き足ミローディアとか、まあ、グラナートとか、まあ、そこら辺で組めば、全然なんとかなると思うんで、ぜひね、環境の厳しさを皆さん使って知ってください。はい。まあ、そんな感じで以上でございます。さよなら。